アイスクリームを作っていこうと思います。いらっしゃいませ。サンロード YouTube 店ようこそ。店長の花園です。いつもご来店いただきまして誠にありがとうございます。8月ももう間もなく終わりですよね。8月終わりますけども、まだまだ暑い日が続きますよね。暑いとやっぱり食べたくなるのがアイスクリームですよね。ということで今回はですね、そのアイスクリームを作っていこうと思います。そこで準備するものはですね、こちら豆乳とですね、あとこちらの木製スティック、この2つだけです。豆乳と言いますと、もう去年一昨年ぐらいからかな、凍らせるだけでアイスクリームができるとですね、もう話題になってますよね。ということで今回はこの豆乳以外にもですね、トロピカーナとリンゴ、こんにゃく、国産野菜、グリーン、スムージー、この4つにですね、棒を刺して凍らせまして、まあ、どれが美味しいかですね、ちょっと食べ比べてみようと思います。それでは早速作っていきますね。ちょっとナイフを刺しやすいように広げまして、ここにですね、棒が入るくらいのですね、穴を開けていきます。ただ穴を開けるときにですね、中のものがこぼれないように気をつけてくださいね。あっ、いっちゃういっけすぎた。まあいいや。ということで棒を刺します。このくらいかな、とりあえず。はい、で次にトロピカーナも刺していきます。よいしょ。これがね、本当気をつけてくださいね。もういきなりさっきみたいにぐさっていきましたんで、よいしょ。今度はゆっくり、あ、また行き過ぎた。でスティック刺していきます。よいしょ。あ、やっぱりですね、このトロピカーナジュースなんで、ちょっと棒が安定しないですね。ちょっと後でセロテープで固定しましょう。次にこちらリンゴのこんにゃくですね。こちらも開けてね、こちらも気をつけて開けていきます。よいしょ、ね、穴を開けるときは本当気をつけてくださいね。結構ズサッていきますんで。はい、でスティック刺します。あ、やっぱりこんにゃくだけにスティック綺麗に刺されますね。で最後にこちらグリーンスムージーです。いや、こちらも慎重に。よいしょ。やっぱ4回目もなると綺麗にいきますね。で、スティックを刺します。よいしょ。あ、こっちもちょっとジュースなんで、あれですね、ちょっと安定しないですね、棒が。後でセロテープ貼ります。それではこの4つをですね、冷凍庫に1日入れて凍らせようと思います。はい、1日経ちました。もうですね、どれもカッチンコチンですよ。それでは早速ですね、こちら豆乳からですね、開けていこうと思います。はい、それでは豆乳ですね、飲む時は白いんですけども、冷凍させるとちょっと茶色っぽくなるんですね。それではいただきます。うん、ちょっとシャーベット風ですね。あー、豆乳感じられる。豆乳だけですもんね。アイスというよりもちょっとシャーベットみたいな感じですね。まあ豆乳凍らせただけなので、本当豆乳の味しっかりしてますね。ちょっと食べるのに時間かかりそうです。次いきますね。続きましてこちら、リンゴのこんにゃくですね。こちら早速開けていこうと思います。リンゴのこんにゃくというだけありまして、リンゴのいい香りがしますね。いただきます。あ、うん、あ、これ意外といける。やっぱりですね、こんにゃくの弾力感はなくなってますね。なんかほんとシャーベットですね。もうシャリシャリっとして、これまたいいですね。リンゴの風味もいたしまして、これほんといいな。それでは続きまして、こちらトロピカーナのですね、スイカ&パインテスト、こちらをですね開けていこうと思います。色は綺麗なパイン色ですね。それではいただきます。うん、
うん、パイナップルアイスって感じですね。あの生のパイナップルを凍らせて食べてるような感じですね。これまたいけますね。うん、ほんとシャーベット状になってまして、なんだろう、かき氷食べてるような感じですね。あんまり早く食べるとちょっと頭が痛くなりそうですね。それでは最後にこちらですね、国産野菜のグリーンスムージー、こちらを開けていこうと思います。それではいただきます。うん、青臭いのかなと思ったんですけど、そういうこと全然ないですね。なんだろう、まあ本当野菜ジュースですね。野菜を感じられるアイスクリームですね。こういう感じでですね、もう手軽にアイスクリーム楽しめますので、ぜひですね、パックジュースで試されてみてはいかがでしょうか。私おすすめはですね、このリンゴのこんにゃく、これはですね、本当おすすめですね。ぜひ試してみていただければと思います。はい、本日はサンロード YouTube 店にご来店いただきまして誠にありがとうございました。サンロード YouTube 店は毎日夜8時に開店いたしております。ぜひチャンネル登録していただきまして、サンロード YouTube 店の会員になられてくださいね。本日はご来店いただきまして誠にありがとうございました。またのご来店お待ちいたしております。またです、バイバイ。だんだんなーってことで、残りのアイス食べてきます。